50周年を迎えるグラバー園でプロジェクションマッピングやライトアップショーが楽しめます。世界遺産の旧グラバー住宅などで知られる長崎の観光名所グラバー園にこの日スペシャルゲストとして登場したのはキティちゃんです。どうぞ。サンリオの人気キャラクターキティちゃんです。長崎グラバー園が9月で開園50周年を迎えることを記念して同じく今年で50周年を迎えるキティちゃんと初めてコラボしました。そしてこの日行われたのはあたりが暗くなり優しいオルゴールの音色とともに始まったのはプロジェクションマッピング。異国情緒あふれる長崎らしい映像の中に可愛らしいキティちゃんが登場します。歴史の泉では映し出された花の映像を足で踏むと花びらが蝶に変わります。国指定重要文化財旧リンガー住宅では蝶々夫人の悲しいクライマックスを蝶が花びらになって儚く散っていくプロジェクションマッピングで表現します。映える写真とかあの映像とか撮れて良かったです。花を踏むやつが楽しかったです。また来たいです。マダムバタフライ光咲く夜明治亜鉛&ハローキティ50周年の共演は来年3月31日まで。ハローキティのプロジェクションマッピングは午後8時から9時までで6回上映されます。